ラブカス TV 川口学です。今日は私中国のですね上海におります。そしてこの上海のモーターショーで発表されたばかりのレクサスの LM ラグジュアリームーバーですね。こちらをですね独占で撮影する機会を得ました。というわけでこれからですねじっくりと内外装徹底チェック行ってみたいと思います。さあこちらがですね2代目となるレクサスの LM ということになるわけですね。実はこちらではですね LM すでに存在していて、ラブカス TV でも最も多く回っている動画がですね LM の動画ということで、そちらを見ていただくと分かるんですけれども、それを受け継いでフルモデルチェンジしたのがこの2代目ということになります。でボディサイズなんですけれども、こちらはですね NM500H のプロトタイプということですが、全長が 5125mm、そして全幅は 1890mm、 さらに全高は 1955mm、 そしてホイールベースは 3000mm ということになります。これはですね今までの LM と比べると全長で 85mm、 そして全幅で 40mm、 さらに全高で 10mm 大きくなったということになります。一方でホイールベースはですね 3000mm というところはキープしているということで、このあたりはですね一回りボディが大きくなったというふうに考えていただければいいと思います。かなりですね存在感があるのが特徴で、顔つきがいわゆるこれまでのですねアルファードベルファイア、これをベースにレクサスの LM としたモデルと比べると、明らかに今回はですねスピンドルグリルを持ってきて独自のですね世界観を感じさせる、そんなですね顔つきになったのが特徴ということですね。こうして見ると、はい、今までの LM から比べるとですねだいぶ上品な感覚になったのが特徴と言えるところで、このあたりですね賛否両論分かれるところかもしれないですけれども、ちょっとこうハイテクを感じさせるようなそんな顔つきを持っているのが特徴ということになります。では実際に細かいところをですね見ていきたいと思いますけれども、まずヘッドライトをお願いしてみますと、 LED がですね上に1本入って、さらにこちらの端部で、はい、折り返すようなデザインになっています。そして三眼のヘッドライトがついていて、さらに下にですねこのようにアローがまた入っているのが特徴ということになります。そしてボンネットの上にですね L のロゴが入って、さらにその下に薄いグリルを挟んでこのスピンドルのですねグリルが入っているわけですけれども、まあこれ RX なんかと同じようにグラデーションでですねこのように、はい、変わっていくものになっていて、なおかつこの中にですねメタルパーツがこのように入った、そんなグリルが非常に特徴的なデザインになっているというところですね。そして一番下の部分、ここはですねメッキのパーツがこのように、はい、回り込んでいる、そんなですねデザインを持っていて、さらにサイドにこのようにフォグランプなどが搭載されているということになります。このあたりですねシルバーのパーツがボディのシルバーとはまた別にですね展開されているというような特徴ですね。でボディサイドに回っていきますと、ディテールが非常にきめ細やかに作り込まれているというのが特徴になっていて、まずはですねこのウィンドウグラフィックが非常に美しいものになっているのが特徴ですよね。フロントのですねライトの上のパーツ、ここにもですねアローが入るというのが特徴ですし、このまま流れていってメッキパーツがですねここで1段切り替わるわけですね。そしてこのままストレートにリアの方に流れていって、さらにこの辺りですね、まあ先代もルーフラインがですねモチーフになってましたけれども、レクサスの場合は今回このようにスッと最後にですね絞るような感じになっています。一方でボディサイドのキャラクターラインですけれども、ここに1本ラインを入れて、さらにここにラインが入っているように見えますけれども、これはバンパーとの分割線ですね。そしてこの辺りはオーガニックなラインで締めているというような感じで、抑揚も非常に美しいものになっています。でさらにこのように後ろに回り込んできますと、スポイラーなんかもですねかなり造形が、はい、複雑なものになっているのが特徴ということで、バックガラスの下の部分のテールライト、これはですね後ろから見た時に一直線のラインが入って、なおかつその下にこう L がですね連続した感じで入っているのが特徴ということで、
均一にですね麺が発酵するタイプ、その中にこのようにカットが入っているものになっています。そしてレクサスの文字は少し文字と文字の間を離す最近の手法を用いているというのが特徴です。さらにこちらにですね LM500H とありまして、ダイレクト4とありますから、このモデルは4駆のですね 500H ということなので、 2.4 リッターのデュアルブーストハイブリッドを搭載しているモデルと考えていただければいいと思います。そして装着されるタイヤ&アルミホイールですけれども、こちらはですねミシュランのプライマシー SUV プラスというタイヤが装着されています。サイズはですね225の 55R19 ということになりまして、ホイールはですねこのように非常に美しいスパッタリング加工がなされたですね、もう細かなスポークの入っているホイールが備わっております。そしてブレーキにはですねレクサスのロゴがこのように記されていると、相当に存在感のある1台になっているぞというところですね。さあではインテリアをチェックしていきたいと思います。はい、インテリア、まず運転席開けますとこのような感じで、ホワイトのレザーにこのカッパーのラインが非常に美しいものになっています。そしてパワーエンドスイッチは、まあ、他のモデルでもですねちょっと見たことあるようなそんな造形のものになってますね。そしてご注目です、 E ラッチがついているのが特徴ということになります。そしてコクピットですけれども、手綱コンセプトがこのモデルでも踏襲されていて、はい、このようにフルカラーの液晶メーターが備わっていて、なおかつ、はい、このように巨大なですねモニターが備わっているということになるわけですね。ちなみにこちらもですねずっとカッパーのラインが入っていて非常に豪華です。そしてですねこの辺りにはウッドが入っているわけですけれども、そのウッドは下の方にもこのように入っていて、でここはですねパーテーションをですね仕切るためのスイッチのオンオフがついてますね。開閉のための、はい、これで開閉ができますし、なおかつ、はい、調光になってますのでこれで切り替えも可能という、そのスイッチがここにあります。でここ開けると USB の C が2つと小物入れということになります。そしてシフト周りとかこの辺りはですね他のモデルでも見られるようなものですね、これが採用されてますね。でさらにその後ろ大きなコンソール兼アームレストになってますけれども、ここは HDMI とか USB とかそういったものが入っているということになります。で、まあ、この車4シーター仕様ですのでこのような感じでですね、はい、まあ、運転席は本当にリクライニングも制限されているようなそんな状況でございます。ちなみにミラーは、はい、当然ながらこのようにデジタルのミラーになっていて、そしてこの辺りにですね全てのスイッチ類があって、このルーフのシェードのですねオープンとかサイドシェードのオープン、これもですね運転席の方でできるというのが特徴です。このような感じになっております。ではこの車やっぱり主役はリアシートですので、そちらを見ていきたいと思います。このようにですね、はい、ボタンを押すと当然ながら電動でスライドが行われるわけですね。そして開けたところ結構幅があってパーテーションがありますね。そしてレクサスのロゴがあって、さらにグラブハンドルがですねステッチでしっかりしたものがついています。でこのようにして見るとですねもう明らかにゆったりしたですね2席が並んでいるのが分かりますし、カッパーのアクセントが非常にきらびやかですね。アイボリーとの組み合わせがかなりですね華やかな感じを見せております。もう以前の LM もですねこの2列がすごかったですけれども、今回もさらにすごいですし、見てください、この48インチのスクリーンがですね相当に存在感ありますし、その上にですねこのパーテーションがあるわけですね。このパーテーション、はい、このようにですね調光式になっていて、リアからでも当然のように、はい、このようにしてですね調光することによってプライバシーを守るということができるわけですね。さらに、はい、こちらから開けることもできるということになります。そしてこのサイドシェードですね、こちら、はい、このようにスイッチ一つで2つのですね窓のシェードが一気に開け閉めできるというものになっています。そしてここにスマホをですね置くホルダーがあったりとか、もう片方がですねこちらは実は、はい、リモコンになっているわけですね。スマホサイズなんですけれどもリモコンになっていて、全てのですねこの明かりとかですねエアコン、そしてオーディオ
もちろん画面なんかも含めてですね、コントロールができるようになっています。そして見てください、この1名ずつのですねグラスルーフがついていて、天井にセンターコンソールがあるというですね、非常に豪華なインテリアになっています。ですので以前のですね LM よりもさらにですね豪華なものになったということですね。そしてここにスピーカーとバニティミラーが備わっているということになります。はい、でこれがですね座った感じですけれども、かなりゆったりしているリアシートというのはもうご覧になっていただいて分かる通りですね。そしてカップホルダーがあって、その後ろにはこのようにテーブルが、はい、備わっております。こちらで PC を置いたり簡単な食事を取ったりすることもできるということですね。そしてパワーシートのスイッチは右側のところにですねあるわけですけれども、こちらもですね、はい、オットマンを出して背もたれを下まで倒すと相当にですねゆとりのある、まあ、かなりリラックスした、まあほとんど寝てる状態に近い、そんなですね姿勢を取ることができるというものになっております。今足が、はい、上がっております。これちょっと映るかな、はい、このような感じですね。パーテーションのところに置いたんですけれども、このようにゆったりと寝っ転がることもできるというものになっております。さあ、そしてこれが天井のコンソール、カッパーのですねアクセントがあって、ここにエアコンの吹き出し口とかライトスイッチとかですね、そういったものが収納されているわけですね。そしてこちらが、はい、照明のコントロールですね。これも手元で操作することができるというものになっております。このようにですねうっすらと今光っているのが見えるかと思いますけれども、これもですね段階的に明るさを変えることができます。そして後ろにもエアコンの吹き出し口、そして、はい、リーディングライトも備わっているということになります。さらにこちらにサングラスホルダーがあったりとか、そしてここに、はい、ドアオープンももちろんですけれども、はい、ルーフのシェードですね、これも上にスイッチがあって開閉ができますし、こちらですねランプのですね調整ができる、そんなスイッチが真ん中に備わっているということになるわけですね。ここで全て、はい、コントロールできるというものになっております。このような感じで天井にセンターコンソールがあるというのはですね面白い発想ですね。そして足元にはですねグローブボックス2つ、このように大きなものがあって、さらにここに冷蔵庫が備わっているということになるわけですね。このあたりもカッパーのアクセントが非常に美しいものになっております。そして、はい、こちらのですねリモコンですけれども、これ自体がですね実はスマホのようになっていて、ここでですねオーディオなんかも操作できますし、モニターなんかも操作できるというところですね。でこのサイドの部分を押すと、このようにスマホが取り出せるようになっているというのが特徴です。さらに前の部分ですね、こちら小物入れがありまして、さらにその下にもトレイがあります。収納はたっぷりと用意されているというところですね。そしてこれが、はい、シートを全て寝かした状態、オットマンを出した状態、かなりリラックスした姿勢が取れる、そんな室内になっているのが特徴というところですね。もちろんシートヒーター、シートベンチレーター標準で装備しています。はい、こんな感じですね、かなり巨大なモニターがですね、はい、こちらにセットされております。 BMW の7シリーズのですねモニターよりもさらに一回りでかいんじゃないかと思えるような48インチのですねモニターが入っているのが特徴ということで、まあ、これ今度日本で来た時には実際なんかラブカス TV 映したいと思います。はい、でリアはこのようにですねラゲッジ、今までの LM と同じようにですね、はい、4シーターですのでスペースそれなりに空いているということですね。で AC220V の 1500W、 これはまあ日本だと 150V の 1500W になるでしょうけれども、それが備わっているということになります。なので結構ラゲッジは容量あるかなというところですね。はい、はい、というわけでですね、今回は登場したばかりのレクサスの LM、
こちらをですね本当に簡単にチェックしてきました。これですねまたじっくりとチェックした動画もですね上げていこうと思いますので、皆さんもですねぜひそちらお待ちいただければと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカス TV 川口学でした。